ボーナスを取っていけるか。さあ格闘ライノーノーマルドミサイルといったところにチャージミサイルが飛んでくる。さあならばヒートグリケノさあシレイヘニアーズ倒せて、さあヤルモダゴットンからライフル一発ならばアジスト置いてライフル連射ライフル一発。さあ分身じゃないヘビーアームじゃないエンピーしかめんどくさい。さあならばで少しずつダメージ奪ってはいるが、さあなんとかダメージ的には並んできた。さあ地面からボディがへこんだぐらいコットン飛ばしてボディがへこんだぐらい。さあ最初のレスケはどこにやらうまく大魅力を並べてきた。ここでうまくハンパがダメージを負わないうちに決定実証エリアをどうにかしたいところ。さあシャイフコンボでエリハンジンヘアスリューガー100式が強気にエリカが振って先にヘビーアームズを落としていく。さあここでまさにかヘビーアームズ振ってくるが一気に分身で押されてハンマーハンマーが振るピンチ。さあここでなんとかエピン師匠蹴り込んで飛ばし、さあ連射逃げて国車逃げて、しかしシャキジョリーライフル逃げちゃまだ生きる。ボディがへこんだぐらいのもの。さあ満タンのエピン師匠ヘビアムズどうにかしないとまずかったが勝利したのは 1-2P。 03のエピン師匠11のヘビアムズ界の勝利となります。おめでとうございます。さあそれでは C ブロック2回戦2つ目いきましょう。 1P 側からローンアット極点祭り支援の F91、2P 側に北アット今日からドラクエ勢のストライクフリーダム、 3P 側に合いびきグラム62円のザク2回、 4P 側に5兆アット君の心に最後は宿っているかのファーストガンダムお願いします。アムロいきます。さあ F91 ストフリーザク2回ファーストガンダム全員映ってますかね。このままファーストガンダムを移していきましょう。さあローンさんの組んだコンビに勝てば、プラス1ポイント。さあ2対勝者さんと組んで1423、 3P が1-2勝てばプラス1ポイントのボーナスですね。やめきたいガンダムにそっくりじゃないか。こっちは大丈夫です。敵はキャッチ。さあドラグンやら何やら勝ってくれ。まず先にザク2回を落とせれば美味しいんですけども、こっちは大丈夫です。チェンジリングのところを受けてドゲンを取っていく。さあ、カット。こっちは大丈夫です。しかし、横角を振られた。こっちは大丈夫です。左か。行くぞ。さあ、ザク2回の弾幕も取ってくる。こっちは大丈夫です。ライフル合わせ。しかし、ストライクリーナーここで格闘からライフル2射。こっちは大丈夫です。正面だ。さあ、カトルで打ってダメージを取り返す。ちょっと痛みあるけど。ちょっと痛みあるけど。さあ、ここで青光にシード使っていく。ちょっと待っていた。しかし、ライフルからカット3発入れて、先にソフリを落とせる。ガッツー回のバタン。さあ、体力半分まで持っていった。しかし、F91 にしても瀕死、自爆を使う。が、F91 に逃げている。どうすればいいんだ。さあここで FG 着地調理をされてしまったが、さあ5球も軸が合わなかった。ザック2回がうまくステップを入れていたが、こっちは大丈夫です。ザック2回が特殊からマシンガン、これだけでも痛い。こっちは大丈夫です。さあうまくステップライフル合わせてザック2回を追い払う。さあここでストライクリーダーもうまくごまかしながらザック2回を落としていきたい。こっちは大丈夫です。さあ、ソフリー、格好6、91。しかし、ファーストガンダム以前やばい。学校を縦にして逃げる。しかし、ライフル3射、ソフリーが追っている。さあ、ワンチャンシールで無理やりチャンスついていく。ラクルさんも攻め、なんとか逃げて。ソフリーの体力も半分ほどに減らしている。こっちは大丈夫です。さあドキュンと打ってザク2回を吹っ飛ばす。さあこれでワンチャン作った。
あとは F91 をなんとか前に押し出しつつ一応取りたいところ。さあ F91 がなんとか押してったが勝利したのは 14B、ロン、あと期待拠点祭り支援の F91 と5丁のファーストガンダムですね。おめでとうございます。さあそれでは D ブロックの2回戦1つ目いきましょう。 1P 側からシン、あとセンバル面白いのデスサイズヘル、 2P 側に玉木のエクシア、 3P 側にヤフー博士、あと、先生になりたかったのバサーゴ、 4P 側にロイ、あと極体祭りのケンプはお願いします。さあデスセルエクシア、バサーゴケンプはでバサーゴ視点いきましょう。私の相場は凶暴です。さあ2000コストが3体、そしてケンパーのみ、あーサイドセブン選んじゃいましたね。テスト入りましょう。なるほど、エクシアは悪い独自行動を取らせてもらう。悪いこと、ちょっとランダムの表記ついてなかったんでこのままテスト入って一旦再起動、仕切り直ししていただきます。さあそれではキャラ戦の方をやっていただいてステージランダムでお願いします。私の相場は凶暴です。さあステージがミアステージ、バサーゴ、デッセル、ケンパー、エクシアで組む、1-3-2-4 ですね。さあこれケンパーちょっと厳しそうですね、このステージ。ならばこれでどうだ。さあやつらのガンダムを破壊する。小賢しい、見つけたぞ。さあまあ強盗者で着地ごまかして、さあ先にこちら2000コストゴミなんで2000コスト先にエクシアを襲っておきたいが、ここでズゴクイーンのミサイルからダメージ加速させてすごい乱戦。さあサブ兄様ナイフ向かい、落ちろ今だよ兄さん。さあ今だよ兄様と打っていく。結構食らっちまった。さあズゴクイーンなんとか逃げて、さあこの接近戦サブを巻いていくが、ケンパーもうまく軸をずらし遅くした。さあエクシアが一回格闘ループいったが、デスサイズヘルが一気にピンチ。やられるな。さあ若干押されているこちらであるが、うまくこちら先に落としてその間にダメージを奪いたい。さあデスルストル落ちてバサゴンピンチ、落とじゃサブシャー落としてケンパーなんとことす。さあうまく落とじゃを避けてレクシア、さあ復帰したデスルがブンブンしきって、さあケンパーを焦がしていきたい。強襲今うまくサブからうまく合わせなんてことはねえよ、傷なんてことはねえよ。さあここでバサーゴが落ちる、残り2000こそそのようだ。さあ6本ライフルで微妙にデスサイズに増えたが、前から来る傷なんてことはねえよ。さあ格闘きたエッシャーをうまくサブ車で追い払って大ダメージ、前から来る。さあここで落とせずに高野子ササワールアートを勝った傷ならばこれでどうだ。さあ乱戦にメガソニックをぶち込むがうまく避けている、ちょろちょろと。さあ音座が使っているから一生懸命たかったが地上横枠同格ハゼ、勝負は見えた。さあ結構食らっちまった。さあ結構食らっちまった。さあ追っているだけチマもうまくスマスを使って逃げていく。さあ竹の子使ってうまくライフルダメージ加算して、さあ音が使ってサブシャー、しかしうまく救えなかったがチェーンパインまでは食らっていた。さあ残り1000こそエクシャも耐える半分ではあるが、格闘ループを食らってしまったらおしまい。さあなんとか逃げてライフル1回、もう大してケンパーがうまく立ち回ればあちら側の勝ちではあるが、その風を抜いていきたかったがケンパーがとどめを刺した。